カール・アウグスト・ニコラス・ローザは、ドイツ生まれのオペラ工業主で、イギリスの歌劇団、カール・ローザ・オペラ・カンパニーの創設者。1869年、ローザは妻・ユーフロジーヌ・パレパ・ローザと共に、歌劇団を立ち上げ、定番のオペラを英語で上演したり、イギリスの作曲家のオペラを上演して、英米におけるオペラの普及に貢献した。ローザは、カール・アウグスト・ニコラウス・ローとして、 ハンブルクの実業家であった父ルートビヒローゼと母、ゾフィー・ベッカーの間に生まれた。振動と称されるほどの音楽の才を発揮したローザは12歳でバイオリン奏者としてスコットランドをツアーした。ローザはライプツィヒ音楽院に学び、ここで生涯の友となるアーサー・サリバンと出会って信仰を結び、1862年にはパリに移って学び続けた。 1863年、ローザはハンブルクでコンサートマスターに指名され、時には指揮を取ることもあった。3年後、ローザはイングランドを訪れ、水晶宮にバイオリンのソリストとして出演した。ローザは指揮者としても、イングランドやアメリカ合衆国で、そこそこの成功を収めた。1866年に、ボルチモアの工業主であったヘゼキア・リンシカム・ベートマンの、 コンサート興行の一行に加わって渡米したローザは、一行に加わっていたスコットランド人、オペラ歌手で、ソプラノのユーフロジーヌ・パレパと出会った。このツアーの途上、1867年2月26日に、ニューヨーク市で二人は結婚し、以降、パレパは、マダム・パレパ・ローザとして知られるようになった。カール・ローザ、ジェレミア、ガーニー撮影。1869年、 シカゴの工業主、CD ヘスと共に、ニューヨークで、パレパ・ローザ・イングリッシュ・オペラ・カンパニーを結成し、パレパが主役スター、ローザが指揮者となり、3シーズンにわたって、アメリカ各地をツアーした。この歌劇団はそれまでオペラを見たこともなかった、アメリカ各地に本格的なグランドオペラをもたらし、イタリアオペラの作品を英語で上演することで、オペラを アメリカの長州にも親しみやすいものにした。1872年、ローザ夫妻はイングランドに戻り、さらにヨーロッパやエジプトにも出かけた。イングランドに戻ったローザは、それまで名乗っていた本名のローゼから、名前の綴りをローザに変えたが、これは単音説で、ローズと発音されるのを避けるためであった。1873年、ローザ夫妻はカール・ローザ・オペラ・カンパニーを立ち上げ、 9月1日にマンチェスターでウィリアム・ヴィンセント・ウォレスのマリターナを上演し、その後イングランドとアイルランドの各地をツアーした。ローザは一貫して英語によるオペラ上演に取り組み、それはこの歌劇団が後々まで実践していく方針となった。1873年には劇作家 WS ・ギルバートが自作のバブ・バラットの一つ、陪審裁判をもとに、 短い期科劇を制作しようとローザに提案してきた。ローザの計画では、ドルリー・レーンのシアター・ロイヤルにおける英語オペラのシーズンには主役のソプラロパレパが演じるはずだった。ところが、パレパは1874年1月に死去してしまい、この話は流れた。その後、1875年に競争相手であった工業主リチャード・ドイリー・カートが、 アーサー・サリバンの作曲で、売信裁判を制作した。妻の死後、ローザは、ロンドンの王立音楽アカデミーに、パレパ・ローザ奨学基金を寄付した。1881年、ローザは再婚した。ローザと5歳、ジョセフィーヌの間には、4人の子供が生まれた。イタリアオペラの亡霊に驚くカール・ローザ。アルフレッドブライアン・アルフレッドブライアンの1886年の、 風刺が、ローザの歌劇団のロンドン最初のシーズンは、1875年9月に、プリンセスシアターで、チャールズ・スタンリーを、フィガロ、ローズ・ハーシーをスザンナに据えた、フィガロの結婚で幕を開けた。翌1976年には、ロンドンでの2年目の興行を打ち、彷徨えるオランダ人の英語による上映を行い、主役のオランダ人は再びスタンレーが務めた。 以降15年間にわたって、ローザの指導のもと、この歌劇団は、地方巡業やロンドンでの興行を成功させて、好評を博し、シアターロイヤルでオーガスタス・ハリスと協力することもよくあった。最盛期には、地方巡業団を3組編成したこともあった。ローザは、1879年から1885年にかけてアルベルト・ランデンカーを、 歌劇団の音楽監督として雇った。1880年、サー・ジョージ・グローブは作品を舞台にかけるまでの注意深いやり方、数多くのリハーサル、卓越した優れた演奏者たち、それらが相まって、それにふさわしい果実を結ぼうとしており、カール・ローザ・オペラ・カンパニーは、高級的なイングランドの体制の一部になり得る、十分な可能性を持っていると記した。 1892年、ビクトリア女王のお召しにより、ローザの歌劇団は、バルモラル城で、連帯の娘の午前上演を行った。ローザは、重要なオペラの演目の、数多くをイングランドへ最初に紹介し、長年にわたって、およそ150作品ほどのオペラを上演し続けた。ローザの歌劇団の初期においては、スタンレーやハーシーのみならず、ミニーホーク、ジョセフ・マース、 バートン・マグッキン・ジュリア・ワオイックといった有名な歌手たちが歌劇団に参加していた。ローザはイングランドの作曲家たちによる新作も応援し、作品作りを支援した。フレデリック・ハイメン公演の、ポーリーン・アーサー・ゴーリング、トーマスの、エスメラルダ、アレグザンダー・マッケンジーの、コロンバ、トルバドゥール、チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードの、カンタベリーの巡礼などは、 ローザの歌劇団からの移植作品である。歌劇団の結成以前に書かれていた、ボレスやマイケル・ウィリアム・バールフ、ジュリアス・ベネディクトラの英語によるオペラ作品もレパートリーとして取り上げられていた。ローザの訃報には、彼は、やがて、サー・アーサー・サリバンが本格的なグランドオペラを創作することを長く心待ちにしており、 最後までそうした作品の制作に携わることを望んでいたと記された。ローザは死の直前に軽歌劇の歌劇団を立ち上げてロベール・プランケットのポール・ジョーンズで旗揚げ公演を行った。カール・ローザと5歳、ジョセフィーヌ、娘バイオレットの墓。ロンドン、ハイゲート墓地。ローザは1889年4月30日にパリで休止し、亡き柄は ロンドンのハイゲート墓地に埋葬された。その葬儀に多数の主だった音楽家たちが集まったことは、ローザがイングランドの音楽界において占めていた地位を象徴するものとなった。参列者には、サリヴァン、スタンフォード、マッケンジーに、ジョージ・グローブ、さらには、リチャード・ドイリー・カート、ジョージ・エドワーズ、オーガスタス・ハリスらも含まれていたローザは、その最後まで英語オペラの興行が、 芸術的にも商業的にも成功することを示してみせた。ローザを追悼する講演を行った批評家ハーマンクラインはローザについて芸術的観点から見て彼の業績は大成功に次ぐ大成功であった。ローザは1875年には絶望の沼に沈んでいた英語オペラを見出しそこから高みへと引き上げたと述べている。生前も没後も ローザの歌劇団はイングランドにおけるオペラの普及に大きく貢献し、国内の作曲家の創作を応援し、数多くの歌手を育てて、国際的な舞台へと送り出している。ローザの没後も、彼の歌劇団は1960年まで存続した。その後、集団を挟み、ピーター・マロイを芸術監督とする同盟の新しい歌劇団が1997年に復活した。 この歌劇団は、グランドオペラのほか、ギルバートとサリバンの作品や、その他の軽歌劇にも取り組んでいる。ありがとうございます。